ペンネアラ・ウォッカは、ペンネとウォッカを使用して作られるパスタ料理である。通常は、ペンネとウォッカの他にヘビークリーム、刻んだトマトと玉ねぎが使用され、稀にソーセージやパンチェッタ、エンドウが使用されることもある。ペンネアラ・ウォッカは、それがディスコの顧客にも提供され始めた1980年代頃に、イタリアとアメリカ合衆国で非常に人気となった。ペンネアラ・ウォッカは、 当時のおしゃれな料理の象徴となり、最初のコースではクリームの使用が好まれた。今日でもペンネアラ・ウォッカはイタリア系アメリカ料理の代表的な料理となっている。ペンネアラ・ウォッカの正確な起源は不明である。パスタ料理においてウォッカを最初に使用したのは、1974年に有名なイタリアの俳優、ウーゴ・トニャッツィが発行した料理書。 エル・アブバファニーの中で紹介されたアラビアータの一種で、あるペンネア・リンフリエートである。使用材料は、ペンネ 0.5kg、0.5kg の新鮮な、トマト、ウォッカ、チリペッパー、油、ニンニク、月桂樹の葉であった。また、トニャッツィは、ポーランド製のウォッカを使用する場合、チリペッパーの、使用を省略することができるとも示唆している。ペンネアラウォッカの発明に対しては、 複数の主張がある。ザアルティメットパスタクックブックの著者、パスクアーレブルーノジュニアによると、ペンネアラ・ウォッカは、イタリアのボローニャにあるレストラン、ダンテが発祥であるとされている。他の調理技術の歴史研究家は、コロンビア大学を卒業した、ジェームズ・ドーティを、ペンネアラ・ウォッカの発明者として認めている。料理書、ウィリアムズ・ソノマ・エッセンシャルズ・オブ・イタリアンには、ペンネアラ、 ウォッカは1980年代にイタリアで自社製品を普及させたいウォッカ会社のためにローマ人シェフによって発明されたと書かれている。バーバラ・カフカは彼女の著書フード・フォー・フレンズの中でペンネアラウォッカは1980年代初頭にアメリカで流行する前の時点ですでにイタリアでは一般的な料理となっていたと書いている。ペンネアラウォッカ1980年代には ペンネとウォッカをベースにしたペンネアラ、モスクビタと呼ばれる、スモークサーモン、クリーム、キャビアを使用したペンネは非常に人気になった。伝統的なイタリア料理と比較して、調理法が特徴的で、目新しいことから、この料理はペンネアラウォッカという総称で、エミリア・ロマーニャ州の海岸付近のディスコで普及し始めた。二0十六年十月二十五日、イタリア菓子および、 パスタ作業協会は1980年代のペンネアラウォッカのレシピを再発見し、モスクワで開催された第18回世界パスタデーの際にイタリアとロシアの友好の象徴として、それを提案した。このイニシアチブは成功したので、アメリカの研究ではペンネアラウォッカは検索エンジンの中でペンネアラボロネーゼに次2番目に人気のあるパスタ料理であるとしている。 ペンネアラウォッカ通常、クリームソースには油が含まれているが、これにトマトソースを混ぜると、トマトの酸がソースの油を分離してしまう。しかしながら、ペンネアラウォッカではウォッカが乳化剤として採用し、油の分離を防ぐため、イタリア料理としては珍しく、トマトソースもしくはマリナーラソースとクリームソースが混ぜられている。また、 おッカはトマトから特定の風味を出すと考えられている。これは他のウォッカソースでも見られる。ありがとうございます。